お疲れ様でした。ありがとうございます。でも本当エプロンサイドで家族がいて、田村さんとか佐賀先輩とかも含めいろんな力が働いてくれたのかなっていう気はします。格闘技をやっていく上でやっぱり練習の仲間だったりとか相手だったりとか、あと家族の支えだったりとか、自分のデビュー戦から応援してくださってる方もおそらく今日見に来ていただいてると思います。その全ての方に本当にありがとうございました。こんな頑丈な体に産んで育ててくれた自分の両親と二人の兄貴には本当に心から感謝です。どうもありがとう。長い間応援本当にありがとうございました。しゃ。お疲れ様です。まだまだ泣いてねえだろ。泣きかけた。お父さん別に泣いてたわけじゃない。あれは涙汗やな。自分の試合っていうことは本当にここでしっかりけじめをつけさせてもらえたので、これから本当に今日対戦した上田君もそうだし、ヘビ級の選手たちそういったところの底上げというか何か力になれることがあればいいなっていうふうには今思ってます。